では、あの nbd c の紹介と nbd c が提供するサービスについて、えっと、ご紹介させていただきます。で、まずですね、あ、そっか。えっと、講習会全体の説明としましては、えっと、配布資料がありますけど、皆さん、あの、お持ちでしょうか。もし、お持ちでない方は、あの、受付の方から、また。 いただあとあの本講習会で使用した資料はです、ね、あのこれから説明いたしますけど NBDC の講習会のページに公開されておりますので電子化されたものが、はい、そちらも後からご覧いただければと思いますであとまあ実習中に困ったことや質問があれば遠慮なく止めていただければ私以外にも後ろにも研究員来ておりますのであのサポートできるかと思います。えー であ,のあらかじめあのアンケートにあのご回答いただきありがとうございます。NBDC のサービスを知ってるとか使ったという方が大体半数ぐらいいらっしゃるということは分かりましてで残りの半数の方は、まあ、あまりなじみがないということでございますのであの少し、えー、と基本的といいますかあの社断に説法みたいなところがあの特に製薬会社の皆様とあるかもしれませんけどちょっとそこはあの慣れてる方に関してはあのあのまあ もう一度知識を整理するという意味でお聞きいただければいいかと思います。よろしくお願いします。で、えっと話の目次ですけども、えっとまずは講習を始める前に簡単な、はい、イントロを始めます。で、その後ですね、生命科学系データベース全体のまあ、あの世界的な流れからですね、あの日本の科学技術政策とかそういうのに基づいてまあ、統合データベース事業っていうのが始まってるんですけども、そういったこと。 踏まえて、まあ、歴史的なところも含めて、えー、と概要を説明したいと思います。でそれが、まあ、あの文科省等の政策によって、まあえー、NBDC も作られたわけですけどもその中で、えー、とどういう目的を持ってデータ共有に取り組んでるかっていうような、えー、と我々の組織の中での、まあ、取り組みについて話をさせていただきます。で主なサービスとして、えー、とカタログ検索あとデータの一括ダウンロード。 この3つが一応 NBDC の中で3大サービス読呼んでおりますけれどもこれの実際にあの紹介をさせていただきます。で、えっと、ここの5番のですね人に関する関連データというのは最近あの個人ゲノム解析というのはかなりあの、えー、進んでまいりまして、えー、そのデータの共有というのも非常にあの、えー、5年ぐらい前からです、ねえー、と始めているんですけれどもそこに関してはですねあのもう一人の豊岡研究員の方からあの。 あの紹介させていただきますので私のプレゼンではここの部分は飛ばして、えー、6と7をしゃべらせていただきたいと思います。で、えー、とハンズオンを含む、まあ、実習があるんですけども、えー、皆さんが一度にアクセスされますとですねあのちょっとサーバーの方に負荷がかかってしまうことがありますので、まあ、あまりあの、えー、反応がですねちょっとなくてもねしばらく待っていただければと思います。あの皆さんがあの殺到すすするととますまます重くなってしまうのでで余計あの渋滞と一緒であの、えー 余計重くなってしまううとということですであとあの先ほどもマイクの方がちょっと調子が悪かったですけども講習会の様子動画で撮らせていただいて後で紹介します統合 TV というその動画サイトにで公開します、えー、後ろから撮っておりますので皆様のお顔は映らないかと思いますのでそういった個人情報の問題はないかと思っておりますけどどうしてもあの気になる方がいらっしゃいましたらあの申し出ていただければと思います、えー、ということであの次資料置き場ですけども Google で、えー n b d c アジャックス待ちだと入れていただきますとこの講習会のページもすでにアクセスいただいているかもしれません。でその下の方にですねプログラムの前に講習会資料はこちらっていうのがございます。そうするとこちらの,の GitHub という、まあ、プログラムのソースなんかをシェアする、えー、とまあサイトがあるんですけどそこの中にえっと講習会資料が入っておりましてこれはあの講師の順番に えとホルダーがあります。で、1番目が私の0138ってホルダーありますので、その中にあのこれから紹介するパワ、えーポイントの PDF ファイルが入っておりますので、えー、そちらダウンロードしていただくこともできるようになっております。もちろん紙,の紙でも、えー、資料が含まれています。で、次ですが、あ、そうですね、すみません、スライドでったらこういうことです。で、一応あの、この資料を使いますので、まあ、別のタブで開けといていただいて、まあ、ずっとそのタブを置いておいていただくのがいいかと思います。 とということであのまずは、えー、と生命科学 KDB の、えー、と概要について、えー、と説明させていただきたいと思います。今、ビッグデータの時代と言われておりましてもちろん生命科学もその例外ではありませんで、えーとまあえー、生命科学の情報爆発と言われております。でまあ、もう言うまでもなくあの新型シーケンサー NGS のデータが出てきて、まあ、結構親しいわけですけどもあの解析の方としましては、えー、従来ですねあの 研究者の方が最初に仮説を立ててそれを検証するためにデータを利用して自分の仮説が正しいということを検証して論文を書くというような形の研究の進め方が多かったと思うんですけれども最近はデータ駆動型科学というキーワードが出てまいりましてもちろん研究者の持っている仮説とかそういうものは非常に重要なんですけれどもその例えば当たりをつける仮説を立てる時に最初からデータを見てまあ 個人のですね主観的なまあ仮説からですねもう少しデータを用いた客観的な仮説を立てるとかですねまあえ極端なあの画像認識なんかだともディープラーニングを使えばですねその人間が今まで機械学習で与えていたまあ特徴量みたいなものもある程度自動的にまああの抽出してくれるというよまあそういったところまでまあ進んできておりますけどもまあそういうういい時代に入ってきてきるということこですそのためにはですねデータやまあその蓄積であるデータベースを自由にこなす必要があります。 まあ、の AI のアルゴリズムとかですねサーバーがあってもデータがなければあのそういう、えー、と AI も使うことができませんのでやはりあの AI の方に聞いてもデータが非常に重要であるというふうにおっしゃってますねなおかつ AI を使って何をするかっていうのを考えるのがまあ実は一番難しいということで、まあ、そういう意味ではそこの部分は仮説を立てるっていうことと似たようなことなのかもしれないですけどもまあ、えー 少なくととともデータが非常に重要でであるということですなおかつ技術的には情報学統計学数学計算科学といったもちろん生物学医学なんかも必要ですけれどもそういったものが融合した知識が求められるということです。でデータの統合による知識発見が必要になってくるわけです。 でえー、とこれ、少し古いですけどもあの代表的な生命科学のデータベースとして、まあえー、どんなものがあるかといいますと、まあ、一番ベーシックなものとして DNA の塩基配列ということで、えー、米国 NCBI がやっているジェンバンクヨーロッパの ENA であ,とあとができますけど DDBJ 三島がやっている遺伝研がやっている DDBJ がございますであと、アミノ酸配列ユニプロットなどですねああとと立体構造 アミノ酸配列だとそこから機能の部位だけを抽出したドメインとかモチーフとかいったデータベースがまあ従来からあります。であと、まあえー、代謝パスウェイとか、えー、プロテインプロテインインタラクションのまあデータベースあと病気に関するものだと、まあえー、オウミムだとかあと、まあ、皆さんあのパブメドよく使われていると思いますけど文献のデータベースですねあと、えー、遺伝子発現のデータベースとして、まあえー、ジオですね、えー とか、えっ、ー、と、イービーアイのあれエクスプレスという、まあ、こういったデータベースがあります。あと、まあ、あの、後からできますけども、あの、人の変異のデータベースですね。えっ、ー、と、とか、まあ、えー、いわゆる DB ービースニップとか、クリンバーとか。いったデータベースなんかも、まあ、よく使われているんじゃないかと思います。で、えっ、ー、と、その中で、まあ、日本的な代表的な、まあ。結構、あの、長く続いている、えー、で、有名なデータベース三つ挙げておりますけども、まあ。えー ご存の方も,もちろん多いと思いますけど DDBJDNA データバンクオブジャパンということで DNA 塩基配列を収集しています三島にある DDBJ がやってますでこれが BDBJ がまあタンパクの立体構造のデータベースで販売がやっているものですでこの2つはですねアメリカヨーロッパとまあ連携してデータを交換し合って運営してますですので、まあ、日本でデータをサブミットすると、まあ、世界中でまあ流通するという仕組みになってます で三番目はえっ、ー、とこれも兼下先生が作られた「まあえっ、ー、とエ典サイクロペディア・オブ・ジンザンノ・ゲノムというまあパスウェイを中心にしたまあデータベースであります。 でまあえー、とこれはですね、えー、とあの統合データベース事業、えー、もう、えー、これかれこれ十数年前から始めたんですけども、最初にそのデータベースを統合するときに、対象となる、まあ、データベースの分類から始めましょうということで、ま,あえー、まとめられたものでして、まあ、なんでこんなものを出すかというかと、ですねデータベースの作られ方をある程度知ること、ですねそのデータベースを使うときにどういうことに注意すればいいかっていうのが、少しわかるかと思いますので、まあ、この資料があります。 で今、一、えー、番目のバンク型というのは DDBJ とか、ね、PDB のように、えー、研究者が、えー、と自分が出したデータを、まあ、しかもです、ね、それは測定器、シーケンサーからとか X 線結晶解析から出てきた生のデータをまあ登録する仕組みですね、それをバンク型のデータベースと呼んでいます。 で次に、ね、プロジェクト型というのも、まあ、同じようなものなんですけどももう少し大規模にです、ね、例えば利権が行ってます、えっと、ファントムデータベース、まあ、ネズミラットの、えっと、発言を網羅的に調べるというので、まあ、こちらに比べると非常に大規模な、えー、同じプロトコルで大規模なデータを作,る作,作って公開するようなもの、まあ、それをプロジェクト型と呼んでますでプログラム型というのはです、ねえっと、こういった一時データ測定器から出てきたものをある程度プログラムで加工して、えー、少し使いやすくしたもの ここから3つはまあ、えー、と基本的には人手で作ったデータベースということになりますので、えー、と単純に生データとか機械的に処理したデータではなくて人間がもう少し高度な情報処理を得て、まあえー、作ったデータベースということで、まあ、それぞれ。えーと こちらには人間が出すバイアスが少し入りますでしょうし生データは生データでノイズが入るということで、まあ、そういったあのどうやって作られているかということを知ることで、まあ、そのデータベースを使うときの注意点というのも見えてくるんじゃないかと思います。でえーとまあ、ちょっとしつこいですけどもバンク型データベースというのは、まあえー、提出されたデータを受け取り、まあこうえー、世界に公開するということでレポジトリという呼ばれ方もしております。でまあ、その仕組みとしてはです、ねえーまあ データを出したいという人が、まあ、こういうバンク型に私のデータを公開したいですと言って申,しあの申請しますそうすると、えー、バンク、えー、DDBJ とかです、ね、そういうデータベース運営者はです、ね、そのデータフォーマットであるとか、まあ、そういった基本的なところの間違いがないかというのをまあ査定してまあ受け入れますとそれをデータベースにアクセスし蓄積して、まあえー、第三者が公開できるようにまあするという仕組みになってます。でこの時に、えー アクセッション番号という番号をその各データに付与します、まあ、こ,れをこれを参照することによってまあ例えばこれを論文にえ投稿する際にはこのアクセッション番号で番号バンクにデータを登録してますというふうにまあ書くことによってまあ誰でも論文を見た人がこのデータにアクセスできる仕組みになってますでもちろんあの投稿する際には雑誌側からアクセッション番号の記載を求められてましてこれがないと,えと論文がアクセプトされないという仕組みはもうすでに出来上がってますのでえー イヤオでもですねその研究者の方はバンクに自分の出したデータを登録しないといけないという状況になっています。でさらにですね、まあ、もう少しデータを共有することの意義っていうのを、えー、と言いますと、えーまあ、科学の世界でこれもすみませんあの社会に説法ですけど第三者と共有,する共有するものであると、まあ、巨人の方っていうあのニュートンの有名な言葉あると思うんですけども、えーとまあ、そういった 他の人が出したものの上に次の研究が進んでいくということは当然のことなんですけれどももう少しそれを噛み砕いて見てみるとなぜデータを共有しないといけないかっていうともうその出したデータから出てきたその結果がです、ね、本当に再現できるのかっていうのはそれをです、ね、第三者がチェックできるということは非常に重要だと思います。で透明性というものに関しては 今般改ざんとかです、ね、いろんな不正も起きておりますけれども、まあ、そういうことがないっていうことを第三者が確かめられるようにするということで、まあ、不正を防ぐというような抑止効果っていうのもあるかと思います。であと再利用という意味で教育目的であるとかですね、まあ、新しい観点からの解析あの製薬の世界だとドラッグリポジショニングという、まあ、化合物も再利用されるという。 ことあると思うんですけどデータももちろんあの再利用することができましてある研究で出した延期配列を他の研究に使うということはできますまあ、そうすることによってまあ共同研究ができたりデータの量が増えますので機械学習をしたり統計解析するときにもちろんその精度が上がっていくということはもうえっと間違いないことですもちろんデータを出したりする時間や費用の節約にもなります であとですねやはりディープラーニングの話もしましたけども新しい技術をまああの開発していくにはディ,ープディープラーニングなんかは非常に大量のデータを必要とすると言われてますので、まあ、そういったためにもあのみんなが少しずつデータを共有して技術革新をサポートしていくということは非常に大事かと思います。で市民は同じ税金を2度払わないといととうことで我々あの 公的資金を使って研究なりをしておりますし、研究プロジェクトにファンディングをしておりますので、やはり、えー、公的データを投じて、まあ、した研究によって出てきたデータをです、ね、有料でさらに買い取らないといけないということは、まあ、こういう、えー、とポリシーから言うとありえませんので、やはり、えー、国からの公的資金を投じて得られた、まあ、研究データというのは、まあ、無償で共有される仕組みをやはり、えー、作っていかないといけないという意味で、まあ、データ共有というのを非常に高らかに。あの え声を上げてあのお願いをしているところであります。でこれがちょっとえっとオープンサイエンスに関するまあ国際動向と日本の対応ということなんですけれどもえすみませんで二つ言葉が出てきましてオープンアクセスって言葉とオープンサイエンスって言葉が二つありますあのそれぞれありますで、ね、どこが違うのかと言いますとオープンアクセスっていうのはまあ論文に対して論文を無償で読めるようにするっていうのをまあオープンアクセスというふうに読んでますで。 こちらの方がです、ね、最初に進んでまして最初にオープンアクセス化っていう話が出てまいりまして、まあ、その後ですねこの2018年のこの G8 の科学大臣会合で、まあ、それだけでは足りないと要するに論文は無償で読めるけどもそこで使われたデータを、えー が公開されてないと当然さっき言ったみたいに再現性とか検証することができませんので当然そういった研究データそのものもオープン化していかないといけないというまあ声明が出されましたでその後まあえ時間が進むにつれてだんだんそのワーキンググループというか作業部会でどんどんあの具体的に落とし込まれていってまあえーまあこういった、えーい 研究データを最適に利用できるためのインフラを作るとかですね研究者の方にデータを出してもらうためのインセンティブとは何かということで例えばデータを出せば解析を無償でやってもらえるようなプラットフォームを作る必要があるかとかですねそういったことを具体的な作業に落ち込んで実現していってるわけです。 で下の方は日本ですけどもえ日本もですね総合科学技術会議のまあイノベーション会議とかでこういった国際動向を踏まえていろいろ検討がなされましてえ今だとですね研究デーータ管理とととか利活用のポリシーを作るいいうこままでできています例えば AMED さんなんかだと,まあえっとファンディングしたプロジェクトに対してその研究を始める前にデータマネジメントプランデータをどうえ生産してどう共有していくかっていうプランをですね 研究の最初に立てて A メドに提出してくださいっていうふうにもう今なっておりますので、まあ、そういった研究データ管理というのが、えー、具体的にまああのできるように政策的にはもうあのどんどん進んでいってるわけです。ということで、まあ、ここまでデータベースの,その歴史とか概要について簡単に述べさせていただきました。で次はです、ね、そ,のそういったその世の中の中動きとかです、ね、あの背景を踏まえまえして NBDC としてどういう取り組みを取り組んでいるかということについて述べたいと思います。でちょっとまあ我々どもの組織の遠隔になるんですけどこの、えー、とパンフレットの一番後ろを見ていただければと思います。大体、えー、いい始まりはです、ね、2000年ぐらいですね。まあ、この頃あの頃人のゲノムが決まりかかって いた頃だと思うんですけども、まあ、そうすると次にポストゲノムという言葉があったかと思うんですけどゲノム配列が決まってじゃあその次、えー、じゃあ単に文字列が分かっただけじゃダメじゃないかということでじゃあ次どうするっていうことで当然文字列の情報解析をしてその中にどういう遺伝子が入っているかとかどういうタンパク質になるのかっていうようなことをまあ 調べていいいいかないといけないととけそのためには情報技術が不可欠であるということでバイオインフォマティクスという言葉が生まれたのはこのくらい2000年の初めぐらいですねでその時に JST の中にですねバイオインフォマティクス構造センター BARD という組織ができました、まあここであのバイオインフォマティクス研究をですねあのまあインキュベートというかサポートするというまずあのプロジェクトが立ち上がりました。 でその後5年ぐらいしましまてやはりもっとですね、まあ、このバードっていうのは比較的研究者の先生が自由に研究できるっていうような体制だったんですけどもう少しあのプロジェクト化といいますかあの全体の目標を決めて、えー、と特にえっとデータの統合っていうのをやっていかないとなかなかあの自主性に任せていては統合が進まないっていうことがだんだん分かってきまして、えー、まあプロジェクト的にデータ統合を始めようということで立ち上がったのがこの文科省の データ統合デーータベースプロジェクトというものですで2008年ぐらいにですねこの BARD と統合データプロジェクトっていうのをまあ統合して一本化してやっていこうというまあ提言が出まして2011年にまあ今の NBDC ができましてこの BARD とこの文科省のプロジェクトがまあえと融合一本化されたわけです。 でえっとまあ、これもちょっと退屈かもしれませんけど JST の中で我々がどういう位置づけにあるかということなんですけど JST 自体は別にあのライフサイエンスに特化した組織ではありませんで。で 科学技術日本の科学技術全体の振興を図るというための、まあえー、と独立行政法人ですでその中の、えー、とデータベースライフサイエンスデータベースの位置づけとして、まあ、こういうふうに書いてありましてオープンサイエンスという、まあ、その研究データの統合をするための戦略の立案であるとかそれに必要なインフラですねポータルサイトであるとか、まあ、ファンディングのようなものですねそういったことをする組織として、まあ、位置づけられております。 とということで、えー、今、えー、NBDC のできた、まあ、あの意義というか目的というのを最初に簡単に説明させていただきましたで具体的にどんなことをやっているかといいますとまずですね、えーまあ データベースの研究開発戦略の立案ということで、まあえっと、今まで述べてきましたような、まあ、世界でデータベース研究がどういうことがされているか調査したりそのために日本でどういうことをしないといけないかっていうのを、まあえー、考えるっていうのが一つ,、まあ、つのミッションですでその後実際にデータベースそのものを充実させないといけないんですけども一、えー、つはまあ不償間のデータベース統合ということで文科省以外のデータベース事業ともまあ統合してデータのやり取りとかですねそういうこともやっております。 でこの次におしゃべりするのはこの赤い部分ですけど、えーまあ、もちろんデータベース統合するのに情報技術のの開発というのは必要になりますでそれをやっているのがこの基盤技術開発とといいうう、まあ、プロジェクトというか、えー、になりますでもう一つは、えー、各分野ごとにですねその分野の分野のことはやっぱその各分野の専門の方でないとですねなかなかデータ統合できませんのでそういう分野の専門家でデータを統合してくださる方をですねファンディングで募りまして、えー、分野ごとのデータを 統合を進めてているとこの2本立てでやっておりますで具体的にどういう人が関わっているかということですけどもまずあの我々としてはですねあの連邦型統合 DB というのを標榜してましてあの米国の NCBI なんかですね全部 NCBI の中で全部内製で開発もですねやデータのサービスの運用もやってしまうということですけどもなかなかちょっと日本だとそういった大きな組織でデータベース一つの組織でですね統合データベースを運用するっていうのは やや難しい部分がありますのでやはりいろいろな組織にいる方と連携して日本全体として統合データベースを作っていくというそういう取り組み方になっています。でその中で情報技術の開発というのはですねロイスという組織にあるデータライフサイエンスデータベース統合センターという DBCS と呼んでますけどもそこがやっています。で 分野ごとのデータの統合というのはちょっと見にくい、こちらのパンフレットの方のの開いていただいたら具体的にお名前が載ってるんですけども。 各分野ですね例えばメタボロームですと遺伝犬の有田先生であるとかプロテオームだと兄弟の石浜先生ですねで今日おしゃべりになりますけどエピゲノムだと,、えー、と九州大学の沖先生とか、えー、PDBJ タンパクの立体構造だと、えー、今前回までは中村春樹先生でしたけど今回からはクリス先生がまあされていたり微生物だと黒川先生ですね。とかいったあのまあその分野でのですねあの 代表者の先生を選んで責任を持ってその分野のデータを統合していただくとでさらにこれらの間のデータの統合を、まあ、DBCLS や NBDC がやるというようなあのイメージで全体の統合を進めておりますで、えー、と次ですねでデータの公開ということで、まあ、ここからちょっと NBDC が公開しておりますポータルサイトとかサービスの紹介をさせていただきたいと思いますで、えーと 最初にこのデータベースプロジェクトを始める前にです、ね、内閣府の調査,が調査プロジェクトがありまして具体的に生命科学分野のデータベースに対してユーザーはどんな要望を持っているのかという調査研究を行いましたでその結果この3つの要望がまずあるということが分かりましたで1つ目はですねどんな DB がどんな URL を叩けば出てくるのか っていうんですね、まあ、だからもうすでに自分が欲しいデータはどなたかが作成していて実は公開しているんじゃないかとわざわざ同じデータをもう一回作るコストってかけたくないよねっていうのをまず確かめてから研究始めたいよねっていう、えー、まあ要望がもちろんあったわけです。で2番目はですねまああの データベースは見つかったけどその中身を簡単にのぞく o g l e みたいにですね簡単にのぞくことっていうのは、えっと、自分でデータダウンロードしてきてなんかデータベースに入れて検索システム作るのって大変ですよねなので、えー、そういうのもあらかじめ用意されているといいですよねっていうことで、えーまあ、そういうニーズがありましたと特に文献とか特許とか、えー、と配列以外のデータに関しても一括検索したいというニーズがありました。で 3番目はですねあこのデータセットいいなあと思ってもなんかデータセットを全部使うっていうのが結構要するにダウンロードできる形になってなくてあの自分がやってる解析データと組み合わせたいとかですねそういうことができないかなっていうあそういうふうに使いたいという要望が、えー、実は3番目にありましてまあ、えー、ありました。でそれぞれの要望に対して NBDC の3つのサービスが用意されております。 1で一つ目がデータベースのカタログいわゆるどんなところにどんなデータベースがあるかという、まあ、電話帳のようなものです。で2番目がその一括検索いわゆる Googlelike なキーワードを入れたらそのキーワードにマッチするデータにアクセスできるような検索です。で最後がデータの一括ダウンロードということでこの3つのシステムについあのしゃべりたいと思います。 でデータを利用する際の問題点としてちょっと繰り返しになりますけど求められているデータが入っているかっていうことですねこれは要するに結局公的プロジェクトなんかの成果が囲い込まれているということですのでそういうことを防ぐために先ほども言いましたようにデータマネジメントプランを立てさせるとかですね公的な研究には必ず帰宅を義務付けさせるというようなことをやっております。 でどのようなデータが入っているのかっていうそのデータの説明がないとかバラバラだとか用語が揃ってないとかっていうことは、えーまあ、データフォーマットを標準化させるとかデータの説明メタデータですね、まあ、このメタデータを集めたものが先ほど言ったあのデータベースのカタログというものになるんですけども、えー、そういったものを整備して、えー、どこにどんなデータがあるのか分かりやすく表現するということを始めています。 で最後にですねあのダウンロードのところで問題があったと思うんですけど利用条件がはっきりしないとデータをダウンロードしても怖くて使えないっていうのはあるかと思うんですねでしかも商用利用が可能なのかとかですね契約しないとだめなのかとか有料なのか無償なのかとか引用してもいいのかっていうような、まあ、こういったことがよくわからないといったところも利用条件についても標準化して、まあ、それをきちっとあのサイトに明示するというようなこともえと進めております。 でさらにです、ねそのえー、この利用条件の標準化ということに関しましては、えー、ご存知の方もいるかもしれませんがこれもバイオサイエンスに関係がなくてあだけに使われているものではなくてです、ね、い,いわゆる一般の著作物に関して、まあ、著作権というのはちょっと強すぎるねと著作権があるかないの01だとちょっと,、えー、と強すぎるということで。えー その再利用と共有を推進するためにですが、ね、もう少しその著作者の権利を段階的に緩和するようなライセンス体系が必要だろうということでこれはアメリカ人のレッシグっていう法律,者法律学者が作ったライセンス体系なんですけどもこの4つの権利をですね組み合わせるっていうことでライセンスが作れるようになっています。で1つ目がアトトリビューションとということで、まあ、クレジットを表示する ということですね。で次は改変をしないことです。っていう権利を一応認める。であと営利目的での利用はさせないというまあ権利ですね。であと,、えー、と継承というのは一番難しいんですがこれはえっ、ー、と自分が配布したのと同じえっ、ー、とライセンス条件で再配布をしてくださいというものです。だから勝手に再配布の条件を変えるなという。 この4つの権利をですね、えー、と組み合わせてライセンスを作ることができますで一番ですね自由度が緩いのはあのこれ CC0 と読みますけどもパブリックドメインで何の条件もついてないというものですですので利用者はもう自由に使うことができるあのデータを作った人のクレジットすら入れる必要もないという本当に一番自由度の高いものですでその次がクレジットだけ入れてくださいっていうものですね、まあ、これは非常によく使われているライセンスです でその次はクレジットを入れてなおかつ、えー、再配布する場合には同じ CC で、えー、と配ってくださいということですね。これだと、まあ、あの再配布するときに条件を、配布条件変えられるんですけどこちらになると次に、えー、とかあー派生物をですね改変したものを再配布する場合もこのライセンスで配らないといけないというちょっと強い、えー、と条件になってきます。どどんどんです、ね、行きますすとと最後は、まあ、この権利を全部主張するといった えー、一応著作権も、まあえー、と設定することはできるんですけども、えーまあ、できる限り、えー、と再利用と共有を促進するっていう意味ではこの3つに、まあ、できれば収めていきたいというふうに考えています。でですということで、えー、とちょっとその次、えー、4番目ですけどもあの今からですね今紹介しましたカタログや検索あとデータの一括ダウンロードのまあ サービスにについいいいてて具体的に紹介していきたいと思いますでこれ NBDC のポータルサイトです NBDC と打っていただきますとここのサイトにアクセスあの Google でも一番上に出てくると思いますでこの URL をクリックしていただくとこういった NBDC のポータルサイトが出てきましてここに実は我々がサポートしてますサービスのリンクが一覧が出てまいりますでその中で今これからしゃべろうとしております もののに関してはこの左上のところにありますで左下のところはです、ね、先ほどあのこのカタログで説明しました分野ごとの統合ですねですのでこのカタログに載っている先生方が、えー、それぞれの分野で、えー、と統合データベースを作られて公開されているものへのリンクがまあ書いてありますでどんなものかっていうのはここにマウスを当てていただきますと非常に短い説明が出てまいりますということで、えー、この特徴としましてはまあサービス40 種類以上ですねで登録などはあの一部を除いては不要です,ですのであの、えー、と誰がアクセスしたかという情報は基本的には残さないという仕組みになっていますで。もちろん無料ですし、えー、誰でも使えるようになっています。ということで、えー、とまず最初にです、ね、この3つのカタログと一括検索とダウンロードの説明をこれから始めたいと思います。でまあ、先ほど紹介した通りです。最初は、えーと どこにどんな DB があるかという DB のカタログの説明です。で、まあ、えっ、ー、と、データベースのカタログまあ一応正式名インテグバイオデータベースカタログと呼んでます。で、DB、えー、特に主にですね、まあ国内外のものなんですが、特にまあ国内のものを中心にですね、えっ、ー、と、生命系 DB の所在情報とか説明情報を提供しております。 数数としててはこんな数になにっております、まあ、1600件以上あります、まあ、世界中にはですね大体1万ぐらい d b があると言われてるんですけどやはりあのちょっと質の高いメタ情報をつけようと思うとこれ全部人手でつけておりますのでそうなかなか1万全部やるっていうのも難しいんですけど、まあ、あのここについてる1,600件についてはあのきちっとあの信頼のおけるアノテーションがまあついております。で記述項目としては DB やその場所 URL とか運用 器官名とか生物史とかあと自然文による短い説明なんかがついてますのでオリジナルなサイトに行くより説明を読んでいただいた方が最初はあの理解が早いかと思います。であと、えー、キーワード検索とかカテゴリーあのそれぞれのえっ、ー、とデータベースにいろんなタグがついてますのでそういうタグをつあからですねけん絞り込む自分の見つけたい、えー、データベースを絞り込むことができるようになっています。であとまあカタログ全体がですねダウンロードできるようになってえっ、ー、と CC 0で使えることになってます。 ということで、えー、ここをですねクリックしていただきますとまあこういったページが出ていますでここにもう最初からですね全部の、えー、DB の一覧がざーっと並んでまして名前と運用期間生物種で短い説明が出てますでここをクリックしていただくと詳細が出てきます、えー、そうですね。 であとここの左側が、えーとまあ、絞り込むためのフィルターになってまして、えー、生物種によるフィルターがこんだけ用意されてますでプラスをえっとクリックするともっと細かいえっと分類でのフィルターもかけることができますで今見ていただくとウイルスに関するデータベース、まあ、ウイルスというタグがですねそれぞれのデータベースに人手によって付けられてるんですけどそのタグを持つ DB が今58件あるということです。 で右側の方に行きますと、まあえー、と新着情報とかです、ね、そういったものが出ています。ということで、えー、使い方としましては、えー、と一応です、ね、今、えーで、フィルターをクリックしていただくとです、ね、ウイルスに絞り込まれたものがわかるだけ,にだけに絞り込まれるんですけども、あのそれをリセットしたい場合はです、ね、左上の全条件をリセットというのを押していただくと、元の状態に戻ります。 でえー、とキーワードを使って絞り込みたい場合は、ここのボックスにキーワードを入れていただければと思います。で使用と入れていただくと、まあ、使用に関するものだけが出てきます。でえー、と今、ちょっとこの ICGC というがんの、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、えー、国際がんゲノムコンソーシアムの、まあ、データです、ねえー、が集められているポータルについて、ちょっと簡単に説明させていただきます。そうすると、えー ここのリンクを押していただきますとオリジナルの ICGC のポータルサイトにジャンプすることができます。でえー、とこれ、頭出しなんですけど、このカタログのです、ね、もう少し細かい情報、詳細情報までこの、ここの詳細をクリックすると見ることができます。<laughs> ですね、はいまあ、いろいろ、えー、書いてあります、まあ。一番よく読むのはこの説明かと思いますけども、あとは稼働中であるかとかですね。あの 困っているデーータベースもありるか,とかです、ね、他のあと類似のデータベースっていうのもあのこちらで調べておりますので、まあ、これと関係のありそうなデータベースへのリンクというのも乗っかっていますので、まあ、こういうのを活用していただければ芋づる式にこう自分の見つけやすあの知りたいデータベースというのが探せていけるんじゃないかと思っています。 あとですねこの右下の方にさっきも言いましたようにダウンロードできるようになってこの、えー、カタログ全体のデータがあのタブ区切りのデータでダウンロードできますのでご自分で、まあえー、加工して使っていただくこともできます。これ CC0 ででですすの,の再配布なんかも自由ですということであの簡単に実習をまあしていただければと思うんですけども、まあ、あの左側にある絞り込み機能を使ってみましょうということで、えー、人の遺伝的多様性に関係する DB はいくつ存在するでしょうか。 そのうち日本国内の DB はいくつ存在するかあと稼働中の DB はいくつ存在するかということでちょっともし画面を開いてくださっている方は見ていただければと思いますそうですね23分時間を取りますのでもししよろしければ,いただければいよろしいでしょうか。 そうですね、この辺を見ていただければ遺伝的多様性に、まあ、どうしましょうか、まあ、ちょっともう答えを言おうかと思うんですが遺伝的多様性に関するものに関しては139件あります。 それで例えば日本国内に限定しますと、ここをフィルターをかけると、78件ということになります。<laughs> そのうち稼働しているのはいくつかっていう問題ですけど、そうすると稼働中っていうので、フィルターをかけていただきますと、63件あるということがわかります。 ということでえー、っと次ですけども次はあのデータの一括検索まあ Google l i k な検索の話になりますでこちらの方ですけどえー、っと生命科学のデータベースですねのコンテンツをまあ全文検索させるということで分子 DB だけではなくて文献とかまあ特許情報も合わせて検索できるとまあこれは六百五十二のデータベースを使ってますこれはあの Google のようにいわゆる元のサイトに行ってデータをクローリングと言いますけどもあの全部 我々のサーバーに持ってきて全文検索インデックスを作って検索さ高速に検索させるということをやってます。で検索キーワードはです、ね、日英の辞書を入れております。ですので日英の辞書っていうのはあの京都大学の金子先生が使われているライフサイエンス辞書ですね LSD っていって、まあ、あのお使いの方も多いんではないかと思いますけどもこれを搭載しておりまして生物この ライイフサイエンス辞書に入っている用語に関しては日本語で入れられたものを英語に自動的に翻訳して日本語と英語と両方で検索するということができます。その逆もありまして英語で入れたもの英語で入れたキーワードを日本語に翻訳して同時に検索するということもできるようになっていますで。あと先ほどのカタログと同じようにデータベースがカテゴリー分けされてますので例えば発言のデータベースだけを見たいとかいう場合には。 データベース対象となるデータベースを絞り込むこともできますし関連のある遺伝子を、まあえー、見ることもできます。ということであと、まあ、あの類似のキーワードも表示してくれますのであのなるだけ取り逃しががななないいような仕組みができていますでなぜこんな横断検索みたいなものが必要かといいますと生命科学にじゃあ Google でんで 十分じゃないのかっていうような説明をするのにいつもこのマウスの例を使ってるんですけどもまあグーグルっていうのは別に生命科学に限定したデータセットだけは扱ってませんのでマウスって検索するとまあえとバイオの場合だとネズミのマウスの情報は欲しいわけですけどもえ当然あの一般にはですねコンピューターのマウスの方がですねいっぱい検索されているのでグーグルだとコンピューターのマウスの方が上に来ちゃいます。ですのでこういったノイズが非常に入るんですね。という意味であの生命科学に特化した えと全文検索エンジンジとというのはあの必要かと思ってます。でもう一つの問題としてこれ右側になるんですけど Google とかはですね表層ウェブといいましてこのウェブサイトの中にはいろいろリンクをたどっていくと奥の方にまでいろんな情報があるわけですけども本当にあの上の方しか、えー まあ、あまりクローリングしてないな、まあ、それはいろいろあの世界中のサイトをクロールしないといけないので Google といえどもやはり、えっと、検索できないというかクローリングできてない真相ウェブというものが存在してますでこれある論文の紹介なんですけども実際 Google に入っているデータっていうのは公開ウェブの50%ぐらいしか入ってないという。 こと,だそうですという意味であのこの生命,、えっと、生命科学データベース相談検索ですねこの表層ウェブの部分もですね、えっと、クローラーをチューニングしてなるだけ、まあ、もちろん100%取ってくることは無理なんですけどもなるだけその o g l e では取れないところも含めてクローラーをまあチューニングしてま取ってきて検索できるようにしています。でですのであのもちろん Google えー、横断検索に入っていて入ってなくて Google でヒットするものもいっぱいありますのでやはりいくつかの検索エンジンを併用していただくというのが非常に重要なのかなと思いますのでその一つとしてこのデータベース横断検索も使っていただければというふうに考えています。でこれがデータベース横断検索の中に入っている、えー、とデータベースです。えー まあこういった文献ですね、単学校の、まあ、もうこれ、もう廃刊になってしまいましたけど、こういったものとかあとで紹介しますけども、新着論文デビューという文献も入っております、あとまあ報告書とかですね、学会の用紙、これらも結構よく見ていただいている感じです。であと特許広報ですね、これは企業の方だと知財担当されている方なんかは、やはり特許広報へのアクセス点が非常に多くなっています。であとはあの いわゆる分子デーータベースですゲノムとか発言とかパスウェイとかそういったもののデータベース特に我々のファンディングで行ったデータベースですねあのポータルサイトに出ているようなデータベースに関しては基本的には網羅しています。ということで実際にあの検索してみたいと思いますでまたこのポータルサイトに戻りまして今度はカタログの下の2番目のリンクをクリックしていただければと思います。で、えー、っと グーグルライクのようにもうボックスは1個しかありませんこの中にキーワードを入れていただいて検索するというのが、えー、ともう使い方です非常にシンプルですで一、えー、つグーグルと違うのはデータベース検索というのとヒット件数検索というのがありますでデータベース検索っていうのは普通のグーグルと同じようにキーワードを入れるとそれに関連のあるエントリーがずらーっと出てくるタイプですでヒット件数っていうのは後で説明しますけどええー デーータベース600個ありますけどもその600個のデータベースにそれぞれ何件ヒットしているかっていう件数を先に出すというタイプの結果の出しし方をしますですのであの特定のデータベースだけ見たいっていう場合はヒット件数を見ていただくのがいいかもしれませんけども最初にあの全体 どんなものが出てくるかっていう当たりをつけたい場合はデータベースの方がいいかもしれませんであと、えー、検索ワードですけども何個か入れていただくと、えっと、サジェッションしてくれます例えばインフルエンザって入れますと、えー、インフルエンザ予防とか予防接種とかですねいくつかサジェッションしてくれますのであの非常にあのキーワードも入れやすくなっているかと思いますで、えー、っともう一つですねさらにですねあのこれシンプルなんですけども、えー あとはえっと詳細検索っていうのがありまして、えー、詳細検索っていうのを開いていただくと、もう少し細かい条件が指定できます。生物で絞り込んだりとかですね。あと、更新時期って非常に重要なので、あの新しい。 更新されてないデータベースを検索しても仕方がないところがあるのでやっぱり新しいデータだけを見たいとかあと翻訳機能もオンオフができたりしますであらかじめ調べたい DB ですねここカテゴリー別に分かれてますのでこの中から特定のデータベースだけを見たいという場合はあらかじめデータベースを選ぶこともできますでこちらはですねちょっとえっと データベース検索した場合の画面になるんですけども先ほど言いましたようにもう o g l e のようにそれぞれスニペットと呼ばれるキーワードが含まれている関連度の高いエントリーから順番に出てきますでさらにですねこの状態から先ほど言いましたデータベースがカテゴライズされてますのでそのカテゴリーごとに何件ヒットしているかっていう件数が出てきますでこれを元にですね例えば特許だけに絞り込みたいとか 後からとりあえず最初キーワードで検索しておいてあとからあと右側の方にいくつかツールボックスっていうのがありまして類似の用語でであるとかですねで例えば「インフルエンザ」って入れたものが英語今英語での翻訳をオンにしてますので英語だとこういうキーワードで検索,されても検索しましたっていうようなことが見えたりとかいたします。 でえー、とこれはヒット件数ページの方の、えー、と画面になりますけども、えー、さっきも言いましたように、えー、とカテゴリーデータベースのカテゴリーごとにヒット件数が出てきますでさらに、えー、と分類は階層的になってますのでもっと細かい分類で絞り込みたい場合はここの、えー、プラスをクリックしていただいてどんどん検索していただくと,、えー、と個別のエントリーまで個別のデータベースまで、えー、と行くことができます。 とということで、えっと、また横断検索も実習を始めたいいと思います、えー、横断検索でインスリンと検索していただければと思います。で検索対象データベースですね。で、その後に、まあにインスリンの後に、えっとにキーワードを追加することができます。で、キーワードを追加するとアンド検索になりますので、インスリンかつ脂肪肝っていうエントリーが入っている、えーまあ、あのデータベースエントリーを検索することができます。 そうですね、まあこういって因数あそこ3文字確定すると,、えー、と頭出して出てきますで検索でやると出てまいります であとは、えー、と2番の問題ですけど関連遺伝子ということで、えー、このインスリンに関係のある遺伝子が、まあ、ここで列挙されていますので、えー、例えば NCBI のジンに行くとかですねインスリンですので当然あの糖尿病とかに関係のある遺伝子へのリンクも出てきますので、えー、とクリックしていただくと,、えー、とまあこういったインスリンに関する。 遺伝子のページに飛ぶこともできます。で3番目ですけどもここに、えっと、脂肪肝と入れますと、えっとまあ、あのこの翻訳結果が出てますけども。まあ インンスリンですね日本語のインスリン、英語のインスリンで脂肪肝ですね、日本語の脂肪肝で、あとは英語で翻訳されたもの、これでまあ検索し,てした結果がまあここに出てくるということなので、えー、っとインスリンかつ脂肪肝というキーワードが入っているものだけまあ絞り込まれるということになります。で、さらにツールボックスの中の外部リンクというのを開いていただきますと、まあ、このキーワードで、ハブメド検索ができますので。 そうですね、あのインスリンとファッティリバーというので検索できますので、まあ、最初にパブメドを調べていただくのもいいんですけども、まあ、あのたまにはです、ね、横断検索の方から入っていただいて、えー、パブメドに行くというような検索をしていただいても何か新しい発見があるかもしれないです。はい、ということであの復習になりますけども、えー、キーワードを入れていただいて、えー、右側の方で関連遺伝子とかのリンクをたど、まあ、ることができますということです。でえー、さらに、えーっと スペース入れていただくとさらに絞り込みができるということであのちょっと見えにくいですけど件数がだいぶ十何万件あったものが脂肪肝というのを入れるとアンド検索なので3600件ぐらいの件数に絞り込まれるということになりますで、まあ、ここからさらにデータベースを絞り込むということもできるようになっていますですねはいこういったパブメドのページにもアクセスできるということですでもう一つあの一応これモバイル版ございます えーとこの URL にアクセスしていただきますとモバイル版がありますのであのベンチの中とかです、ね、あの電車の中とかひょっとしてこういうキーワードで調べたいなとふと電車に乗ってて思ったときとかにまあ簡単に調べられますのでぜひあのアクセスしていただければというふうに思います次、で,次です3番目のえと、えー、話になりますけど、まあ、データセットを丸ごと取ってくるということですね、まあ、取ってきて自由に使,使いたいと。 しかも、権利なんかも気にせずに使いたいというニーズに応えるものです。サービス名としましては生命科学系データベースアーカイブと呼んでおります。 これは本当に国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスということでプロジェクトごとにデータが公開されてたりウェブページで公開されたりするんですけどそのプロジェクトが終わるともうそのデータごと死蔵してしまうということになるのでそういったデータをまあ受け取って我々でなるだけ永続的にデータの公開を続けるという目的でもやっております。 当然 CSV とか RDF とかそういった使いやすい形式でデータをダウンロードできるようになってましてなおかつデータの説明メタデータもきちっと決められた標準化されたフォーマットで付けております。でデータはさっき言いましたように CC ライセンスで配布してまして基本は CC 表示継承なのでまあ 再利用していただくときにはクレジットをつけていただいてなおかつ、えー、と同じライセンス CC 継承で再利用していただくというちょっと厳しめになってますけどそういうライセンスが基本になってます。とはいえちょっと,サブ、えー、と CC 倍にしたいっていう方がいらっしゃったらそれはそれで受け付けております。でこれがちょっと古いデータかもしれないですけどあの、えー、アーカイブの収録 DB の、まあ、内訳になります。まあ、こんな感じの、えー まあ、あの分子データベースがほとんどですけどもこういった、えー、と内容のものが入ってます。えー、これもですねあの先ほど言いましたようにあのファンディング我々がファンディングプロジェクトで各分野ごとの、えー、と統合をお願いしています先生方のデータに関しては基本的にこのデータベースアーカイブの中に入っていると思っていただいて結構かと思いますので、えー、我々のファ,ンディングファンディングでやっているデータに関しては全部丸ごとダウンロードできるというふうに考えていただければと思います。 で実際のシステムの入り口ですけどこのの番番目に番目にに左上なりますでインターフェースですけどもこれも非常にあの他のものと似て標準的なインターフェースでだいたいキーワードでこのまずです、ね、このトップページに出ますと頭出しで5件です、ね、その入っているデータが新、ね、着順に基本的に並んでいます。 でこの表はですね実際142行あるんですけどもその中の検索をこの表の中の検索をキーワードですることができますであとまあこういった相当の機能もついてますので同じ生物種だけ固めたい場合は相当していただくとかそういうことができますいいですねで、えー 詳細検索という項目がこちらもありましてこれをクリックしていただきますとキーワード先の横断検索と同じようにキーワードだけではなくてそれぞれの項目を指定して検索をすることができますその他にもですね簡易検索機能があるものを一括検索する機能であったりとか配列データベースに関しては配列そのものをクエリとしてブラストをかけて検索することもできますあと画像デーータベースも いくつかあるんですけどもその画像に付与されているテキストデータですねそういったものも検索することができます。ということでまあはいこの3つがそういう機能になっています。でえ実習に行ければと思うんですけども、え。ー 次週9番として o p e n t g ゲ a t e s の病理情報の中からですねハイパートロフィー肝細胞肥大を示したデータを絞り込みダウンロードするということをちょっとやってみたいと思いますでその際の肝臓の病理画像を見つけるということですでデータのダウンロードっていうのはちょっと重くなりますので講習会中はちょっと試さないでくださいあのプレビューを見るところまではやっていただいて結構です で利用できるデータベースは OpenTGates で、これは医薬基盤検査が公開されているデータベースで、170の化合物を RAT および人の幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現と特定、毒性のデータベースで、データベースアーカイブの中でも非常にアクセス数の多いデータになっています。ですね、OpenTGates、えっと、なんで例えば。えっと 頭出しこれもできるようになってまして、OpenTGates のデータベースがあります。でここを押すと、オリジナルなサイトにあそうです、ねで、ここを押していただくと、データベースの説明とかが出てきます。で同じように、まあ、これカタログに載っているのとほぼ同じ情報だと思うんですけども、えっと、こういった利用条件とか、そういったものが全部表示できます。でもし、のこのデータの中身について質問がある場合にはです、ね、あのサブミッションした人の名前も書いてありますので、まあ あのここに連絡していただいて、あのデータの詳細についてあの質問していただくこともできるようになってます。<laughs> <laughs> ダウンロードですね。すみません、ちょっと間違えました。 最初の問題はダウンロードですのでダウンロードする場合にはここのダウンロードリンクをクリックしていただきますでえー、っと病理画像ですのでちょっと分かりにくいんですがここに病理情報っていうのがありますのでこれをクリックしていただくと、えー、病理情報のデータが出てきますでここでまた「ハイパートロフィー」と入れていただきますと いただいてここにファインディングタイプファイパートロフィーっていうのがあるんですけどもこうやって肝肥大のデータを見ることができます。で一番右側にですねあの画像のプレビューがありますのでこういったふうな感じでプレビューを見ることができます。 でもちろんここからだあの選んだものだけをダウンロードすることもできるようになりますよろしいでしょうかちょっと早,いあの早,早く進んでしまいましたけどこんな感じであのデータをダウンロードすることができますオ、えープン、ねえー、t g ツで検索するとで利用条件はあの右側からクリックしていただくと詳細条件が出てきまして、まあ、ここに、えー クレジットのの表示の仕方とかが書いてありますでダウンロードに関してはダウンロードをクリックしていただいて、えー、さっきやりましたように、えー、検索してダウンロードしたい場合は右側のここをクリックしていただくということですで丸ごとダウンロードしたい場合はこのデータファイルという画面から、えー、データダウンロードしていただくことができます。 でえー、絞り込んだ場合はです、ね、この簡易検索の画面が出てきまして、まあ、ハイパートロフィーというキーワードを入れていただくとここがファインディングタイプがハイパートロフィーのものだけが絞り込めますので、えー、右クリックしていただくと,、えー、とプレビューすることが今言ったようにプレビューのところまで行くことができます。 で利用状況ですけども、まあ、利用状況どういうのがよく使われているかっていうランキングが月次で出ておりまして今言ったようなオープン TG ゲースのデータっていうのは非常に多く使われていますであと2番目のチップアトラスですねあの午後に、えー、と講演していただく沖先生のデータベースも非常にアクセスが高くなっていますで、まあ、受け入れの方ですけどもえっ、ー、と データの受け入れもやっております。まあ、あの民間の会社さんですので、あまりその公的資金とか受けられてない場合は強制されることはないのかもしれないですけど。あの民間の方からも。はい、あのデータをぜひあの投稿していただければと思います。あの論文なんか投稿される場合には、やはりあの。公的レポジトリへの、あのデータの、あの。共有というの、あの。求められますので、そういった際にもぜひ、あの。 データベースアーカイブの方にご相談いただければと思いますあのサイエンティフィック・データという、まあ、ジャーナルがあるんですけども、えー、そこのです、ね、推奨レポジトリに一応あのアーカイブになっておりますのであの非常にあの信頼のおけるアーカイブとしてあの世界的にも認められておりますのでぜひあの何なりとご相談いただければと思いますで、えー、とここからまた次の話なんですけどでこのえっ、ー、と 横断検索カタログアーカイブ事業なんですけども文科省我々は文科省ですけどもそれ以外にも経産省ですねとか厚労省先ほどあのオープン TG ゲーツを作ってますいや基盤研究所ですねあと農水省この4省で連携してデータの共有をまあ図っておりますので、まあ、それのポータルサイトとしてインテグバイオ JP というページがあります。 でここを見ていただきますと、あのカタログや横断検索へのリンクがあるんですけども、あの4省連携という切り口であのまとまっているサイトですので、あの文科省以外のデータを探される場合も、ここから入っていただければいいんではないかというふうに思っています。で5番目、人に関するデータのサービスツールですけどこれはあのこの後豊岡の方からしゃべりますので、えー、と飛ばします。 でその他のサービスツールということで、まあ、人気のって書いてありますけれども、あの共同研究先で先ほど、基盤技術の開発をしている、研究開発をしているデータベース、ライフサイエンス,データベース統合データベースセンター、DBCS というのを紹介しましたけれども、そこで出しているサービスとツールに関して、ご紹介します、実はこっちです。で、まあ、d b c s の組織のイメージなんですけど、わ、ま、れ、あ、われ NBDC、JST とは共同研究しております。 で彼らとしてはロイスという情報システム研究機構という中の一組織になってまして、えー、DNA データバンクを作っている DDBJ の,、まあの組織である、まあ、遺伝犬ですね NIG もこのロイスの下になってますので、まあ、これら2つもです、ね、非常に連携してデータベース事業を行ってます。ということで結果的にこの3社は非常に密接に連携して統合データベース事業をまあ進めております。 えっと、DBCS が、まあえー、と提供するサービスの中で統合テレビというのがあります。これはあの何回もちょろちょろと申し上げてますようにデータベースとかツールの使い方です、ね、とか今日の講演もカメラで撮っておりますがそういうものを動画で配信するサービスです。で、もう1500本以上ありまして吹き出しによる日本語の解説がついてます。で、YouTube にもからも視聴できますのでキーワードを入れるグーグルにキーワードを入れるとすぐ動画を探すことができます。 でえー、ともう1つはライフサイエンス新着論文レビューということであの、まあ、トップジャーナルに、えー、とセルとかネイチャーとかに、まあ、あの日本人の方もあのアクセプトされてるわけですけどもそういう方にです、ね、お願いして日本語の、えー、英語の論文を日本語で読めるように簡単な解説記事を書いてもらうって、えー、このファーストオーサーズのサイトから、まあ、出してるということをやっております。これも非常にアクセス数の多い サイトでしてご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど今報公開されてますでちょっと残念なことなんですけどもあのこれは非常に編集にですね専門的な知識がいりまして今あの過去にタンパク質核酸酵素ってまあ廃棄になってしまったんですけどそこで編集長をされていたもうプロの編集者の方が DBCS であのこのサイトを担当されてたんですけどちょっと残念ながら退職されることになってですね 今年の3月まででこれは終わってしまうということがちょっと掲載されてしまいました。で、あのサイトに行けばそういうことが最近ですね、アナウンスされました。しかし、サイト自体はあのずっと残りますので、あの過去のものに関してはあの閲覧していただくことができるかと思います。12月からか、はいすみません、12月からもう更新しないそうです。で次の あのサービスはパブケースファインダーというあのこれ新しいサービスなんですけどもこれはあの特に気象疾患なんかでですねまあまあ要するに気象疾患というのはあの病名がつけられない疾患なわけですけどもいろいろそのえっとケースレポートとかですねえっと症状に関するあのオントロジーですねここにあるようなえっと書いてないかまあオーハネットである。 いろんなオントロジーとかですねデータセットっていうの作られてるんですけどまあ、それらをですね組み合わせてですね、えー、症状を入力するだけでですねそれがどんな疾患であるかっていうその病名の、えー、と一応検索をしてくれるというようなまあシステムなんですが、まあ、診断ではもちろんないんですけど。えーと あのケースレポートとかいろんなそのデータベースをオーミムとかオーハネットとかこういった公的 DB の情報を組み合わせてこの症状ならこういう疾患じゃないかということをサジェストしてくれるえっとシステムですまあちょっとあまり臨床関係の方じゃないと使われないのかもしれないですけどまあこういったあの結構ユニークなシステムであの海外との連携も非常に進んでいるシステムですでその他にもえっといろいろ ございますのであのであ発言の統合データベースである RefX ですね組織別の発言を比較できるようなものであるとかえー、っと、えー、そうですねあとはえー、っと短いあのクリスパーダイレクトグ、えー、グル e ナとかですね短いあの配列をですねゲノムにマッピング高速にマッピングできるようなまああのプライマーとかですねあの、えー そういったものを設計するときに非常に役に立つツールが公開されていますのでこういったものもぜひご覧いただければと思います。で今後に向けけてなんですけどももちょっとここからはもう 一応研究開発的なところを簡単に申し上げます。まあ、あのデータの公開なんですけどもどういうふうにデータを公開するといいかっていうものを、まあ、このティム・バーナーズ・リーさんっていうのはあのウェブをワールドワイドウェブを発明した人なんですけどその人が一応こういう基準を設けてまして、えー、とりあえず PDF で出せばです、ね、見ることはできると。まあ、一応公開してなないよりはマシなんだけどあの 計算機でなかなかな処理するのには難しいいよねっていう状態ですで Excel になると一応データを取り出すことはできるんですがエクセルというソフトがいるとでそれをカンマ膜切りにすると、まあ、アプリケーションには依存しないんだけどで一応計算機でも扱えるけど、えーまあ、そこに書いてあるデータの意味とかが全然表現されてないという意味で、えー、次に RDF にするとですね、えー、同じものにはユニークな ID を、まあさっき つ,つけるという規則が一応 RDF の中にありますので RDF っていうフォーマットでやると、えー、名前の揺らぎみたいなものはなくすことができるとでさらにそれがつながっている状態ですね違うデータセットの同じものがつながって、えー、と複数のデータセットで、えーえー、を探索して、まあ、推論のようなことができるようになる状態っていう、まあ、リンクドデータと呼んでますがこれが一番いい状態ということで、まあ、5つ星をつけるという、まあ、こういったデータの、えー、と品質基準っていうのが世の中にはあります。 でそこで出てきた RDF っていう話なんですけど、まあ、どういうふうにデータを表現するかっていうことですが、まあ、今あの我々がやってるデータ統合というのはこの RDF を使って全てのデータを表現しましょうということをやろうとしてます。で、えー、基本はですね英語で、まあ、よく主語・述語・目的語あ主語・動詞・目的語 SVO っていうのがあると思うんですけどそれと同じようにですね常に物事を主語と述語と目的語をつなぐことでまあ表現しましょうと。 でこの3つの組み合わせ1つを1つの情報として考えるとこれを、まあ、トリプルと呼んでます。で例えば、えー、DDBJ に登録されたこういうアクセッション番号を持つ配列には、えー、ID をこういう ID をつけましょうとこれを URI と呼んでますけどもでこれをみんなで共有して、えー、とつ使いましょうというふうに、まあ、決めています。で同じようにでこれはこのデータはイネのデータなんですけどそのイネという、えー、とものを示す そのひえー、とタクソノミーですね稲、えー、であるっていうことを示すための,、まあ、あの表記なんですけどタクソノミーっていうその稲のタクソノミーにも、えー、と ID がこういう ID が付けられてます。でその ID は実際の表記は何ですかっていうとこの「オリザ」っていう、えー、具体的な、えー、と文字列につな、まあ、がっているというこういった表現をして、えーとえー、この配列が稲、えー、の配列であるということを、まあ、表現。 すする仕組みで,すでこういったものをどんどんつないでいきますとこういったまあグラフみたいな形に知識が全部、えー、と表示されますでその中で、えー、自分の探したいものからたどっていくとです、ね、例えば、えー、こういったデータの中から最終的にはこのドラッグがどういう、えー、効果があるのかというのをこうたどっていくことによって、えー、と知識を得ることができる。 というまあ、推論のようなことをするというのがあの我々の統合のまあ目的の一つになっています。で、まあ、この RDF に関する講習会談も、えー、と開催しております。毎月のように開催しておりますのでぜひ興味のある方はご参加ください。であとこの RDF のデータをダウンロードできるポータルサイトもあります。RDF ポータルと呼んでますということで最後なんですけどいろいろだいぶあの統合に関してですねいろいろ頑張ってあの 問題解決をしてきてるんですけどまだこういった問題がいろいろありますで、まあ、こういったことに取り組んでいかないといけないというわけですで皆様のお願いとしましてはやはりあの使われるということが非常に重要ですのであのぜひお皆様のお声をお聞きしたいということでこの今、えー、とこのポータルサイトのですねこの活用例というページがありますのでここをクリックしていただくとこういう、えー、と活用方法がありましたっていうのをぜひあの あのご報告いただければです、ね、こういうのをまああの文科省とかにアピールしていくとです、ね、あの予算がつきやすくなったりとかです、ね、そういうことになりますので皆さんの,あのお役にも立てるんじゃないかと思いますのでぜひあのご協力いただければと思います。ということで、えっと、私の方のこれ、ちょっと時間延びてしまいましたが以上です。で、えっと、次にです、ね、あの5番、飛ばしました5番の人データのところに関して、えっと、豊岡のほうから説明させていただきまますすありがとううごござざいい、えー、おはようございます。 私 JST バイオサイエンスデータベースセンターで研究,をし研究員をしております豊岡利人と申します本日は NBDC ヒトデータベースと日本人ゲノム多様性統合データベース統合バーのご紹介と題しましてお話をさせていただきます金曜日のお昼でございますのでランチタイムあんまりオーバーしないようにサクサクとご説明させていただきたいと思います またすみません、私事なんですけれども、家族がインフルエンザに感染しておりまして、ちょっとこのような格好になっておりますけれども、こういった顔をしておりますので、よろしくお願いいたします。それではご説明させていただきます。本日、ご紹介させていただくサービスは2点ございます。NBDC ・人データベースサービスと統合バになります。 先ほどご紹介しました、そのトップページの3つの主要なサービスの下にリンクがございます。NBDC 人データベースと統合版となっております。NBDC 人データベースの概要、何なのかというのをかなり大雑把に申し上げますと、研究で発表されたデータが使えますということです。ゲノムのレンタルショップのようなものだと考えていただければと。 先ほど三橋の方からご説明させていただきましたけれども今、医学研究ではジャーナルに投稿した際にデータも合わせてデータリポジトリに入れろという要請が来ておりますがこれはまあ主に再現性の観点から求められていることだと思いますけれどもそのデータを預ける先としてこの NBDC ヒトデータベースがございます。 でその再現性の観点からデータを入れろということになっておりますので反対にそのデータの再現性を確認したい研究者の方であればここからデータを取って確認していただくもしくはそれ,それとご自分のデータを合わせて新しい研究をしていただくということが可能となっております基本方針としましては人に関するあらゆるデータが対象になっております ID は二重匿名化されておりましてデータ提供利用に関する審査というのは我々どもの審査委員会外部の先生たちにお願いいたしまして実施をしておりますですのであのあの先生に頼みに行くのにちょっと頼みづらいとかそういったあの政治的な駆け引きとかはなくですねあのルールにのっとってさえいればどなたでも審査にかけてそれが通りましたらデータをご利用いただくことが可能となっております pdirect ですとか i h e c b b j バイオバンクジャパンですとか先進ゲノム支援 JAD2 等の大型プロジェクトからのデータも収載、えー、されております、えー、なぜこういうことをしているかというのは先ほどちょっと三ツの方から、えー、かなり説明があったと思いますけれどもオープンサイエンス、えー、学術論文のオープン化と研究データを公開しろというのが、えー、米国でもありま メドの方でもそういった要求が研究者たちになされております。で、そういったときにですね、フェア原則といった原則にのっとって公開をしていこうというのが流れになっております。で、これはですね、ファインダボを見つけられる、アクセスボをアクセスできる、インターオペラボー、総合運用できる、リユーサボー再利用できると、この FAIR、この、えー、頭文字を取って、フェア原則というふうに呼んでおります。 また、そのデータを共有しようとか、ゲノム解析のプロトコルを統一的に行っていこうと、または研究者を認証の仕組みを統一的に行って、例えばアメリカで認証された研究者だったら、日本の研究データも使えるようにしていこうといったような、そういう枠組みを検討しているアライアンスが立ち上がっておりまして、それをグローバル・アライアンス for and ・フォー・ジェノミクス・アンド・ヘルスと GA4GH という枠組みがございます。 我々どもとしましてはこういった枠組みにらみながらですねデータを公開しております。ですので預けていただければ自然とこういった枠組みに乗るようにデータの公開をさせていただいております。しかし一方でですねその研究データ何でもオープンにすればいいというものではございません。 ゲノムのデータというのは個人情報保護法の個人情報ですとか要配慮個人情報にあたりますのでこれを無制限に公開するということができませんプライバシーの保全と研究データの流通というこのバランスが大事になってまいりますそこでそのデータ公開利用についてですね、適切な審査を実施するデータベースを仲介役として 研究データの適切な流通を図るということが考えられましたこれが制限公開データベースの役割となっておりますで、米国では2007年ヨーロッパの方では2008年にそういったデータベースが発足しておりまして2013年からは我々どもおよび遺伝研の DDBJ センターと共同しましてそのような制限公開データベースを運営させていただいております でえー、我々どもは NBDC 人データベースと呼んでいるんですけれども、DDBJ センターさんの方では、ジャパニーズジェノタイプ・フェノタイプ・アーカイブ、JGA という名称で、えー、データベースを運営されております。でこの、えー、格納されるデータのタイプとしては2種類ございます。非制限公開データと、えー、制限公開データです。この、えー、非制限公開データは バリアントの頻度ですとかもしくは研究で実施した統計解析の結果の統計量などを含んでおりましてつまりは特定の個人由来ではない資料の解析結果を非制限公開データというふうに分類しておりますこちらはウェブからいつでも誰でもダウンロード可能です一方でですね個人ごとのゲノムのデータ これは個人情報にあたりますけれどもこれを我々どもの方では制限公開データというふうに分類しておりますこちらのデータをダウンロードする際には我々どものところにご利用の申請いただいてそこの審査が終わったところでご利用いただけるというデータセットになっておりますで利用者を限定しておりまして想定としましては国内外のアカデミアですとか企業内の研究者の方からの利用を想定しております で現在公開データ数としましては非制限公開データオープンデータが約20件制限公開データが72件ほどございますこの NBDC 人データベースに登録されましたデータの一例をお示しいたしますこれはバイオバンクジャパンの データセットですけれども登録された対象疾患としましては心筋梗塞2型糖尿病アトスピー性皮膚炎心房細動緑内障等々の疾患のデータもございますけれどもそのほかに BMI ですとか症状、閉経年齢等々といった形質の情報を含んだデータセットになっておりますまたプラットフォームとしましてはインベーダー合わせのデータですとかあとはスニップチップですねジェノタイピングアレイ このデータが約18万人分登録されておりますまた本年8月にはハイセク2500イルミナ社の NGS ですけれどもそこからジェネレートされました1026名分の日本人のホールゲノムシーケンスのデータもダウンロード可能となりましたまたアルツハイマー病の大型研究であった j r に のプロジェクトからもデータを収載しておりまして、収載されましたサンプル数としては537名、高齢者健常群が149名、軽度認知症、機能障害、MCI のサンプルが234名、早期アルツハイマー病のサンプルが154となっております。また、これらに対応しのサンプルに対応しました臨床心理学的検査の結果ですとか、あとはすでにアルツハイマーとの 疾患の関連が強く報告されておりますアポイの遺伝子型のデータですとか、末血の一般検査の結果、MRI 画像ですとか、ペットの画像もダウンロードしていただくことが可能となっております。それでは、利用するにはどうしたらいいのかと、例えば、社内で何らかの研究の G バスですとか、実施されたとして、それに関連する候補遺伝子が出てきましたといったときに、 レプリケーションのデータセットが欲しいといったときにその、そういった状況のコントロール、健常者としてのデータセットとしてご利ご使用の検討されるというのは、いかがでしょうか。で、利用に必要なステップは4つだけです。申請していただいて、人データベース審査委員会のところで検討して承認がおりましたら、 ウェブからデータへアクセスしご自分のところにデータをダウンロードしていただくと。で、年に1回データを使ってますですとか使った結果こういった論文が出ましたといったその報告を上げていただいて最後、利用終了のときにはきちんとデータを破棄しましたというようなことをちょっと一筆エクセルで書いていただいてそれを送付していただいてデータの利用が終了というウェブ上で完結するように。 なっておりますもう少しちょっと具体的な手順をご紹介しますと、この、えー、アドレスにアクセスしていただきますと、今、登録されてご利用いただけるデータセットの一覧がこの下にずらっと出てまいります。でそこにはですね、研究の題目ですとか、データの種類 NGS から出た、SNIP チップから出たというような情報ですとか、あとは手法ですね、イルミナから出た、アフィメトリックスから出たと。でえー どういった疾患のサンプルから何名集められたのかといったような情報がこちらで確認することができますまたここのリンクをたどっていただきますとさらに詳しい情報が参照していただくことが可能になっております でデータを利用する際に必要な手続きというのはこのトップページの,このデータの利用というタブがございますのでここをクリックしていただきますとずらっと文章が出てまいります。で肝としましままてはまず、えー 研究計画書ですね最初に研究を始める時にお作りになるかと思うんですけれどもそこに NBDC 人データベースのデータ利用について記述していただきまして御社のの倫理審査委員会の承認を得てておいいくださいでこれが終わった上で我々どもの書式にデータ利用のための申請書がございますのでそれを埋めていただいて送っていただくという手順になります。 でこのデータ利用申請書のサンプルを次にお示しいたします。まあ、ちょっと簡単なフォームですと言いつつ、ちょっと紙エクセルみたいな感じで、見難いんですけれども、来年度には申請がウェブ化される予定ですので、もうちょっと入力、簡単になるかと思いますで。研究代表者のお名前ですとか、問い合わせ先ですね、何か資料を。 提出いただいたドキュメントに不備があった際のその連絡先と書いていただきましてまた所属機関の長ですねこの研究が誰の許諾のもとで行われたかというのを記載していただきたいと思いますまた利用するデータセットですとか利用する研究の題目研究の概要を記述いただきます でこれはあのすでに研究計画書で記載されている程度の記載内容で OK でございますので先にこれを記載していただきますとそこを部分的なところをコピーペーストしていただいてこれ作っていただくというのが一番早い手順だと思います。 でまた関連する研究や研究業績を示す論文ですね、PMID ですとか、DOI 番号で結構でございますので、これを記入いただければ、審査を行う先生方が、ですねこのデータセットを使う研究者は確かに適切に今まで例えばゲノム研究を同じような疾患でやっているとか、そういった判断ができるようになりますので、ぜひ記載をお願いいたします。 また解析環境がセキュアに保たれているかというのを自己点検いただくチェックリストを用意してございますでこれをですねご自身の環境を見ながら、えー、記入いただきやっているものにはチェックをつけていただいてやっていないものであればそれにご対応いただいた上で提出していただいておりますで、えー、チェック項目としてはですね いるある程度セキュアな環境であればです、ね、あの当然のことを記載しておりまして例えばあのファイアウォールをちゃんと設定してくださいですとかあとはセキュリティパッチちゃんと最新版当てていますかとかそういったような、えー、項目になっております。でこういった書類を整えていただいた上で、えー 我々の NBDC ・人データ審査委員会のところに事務局というものがございますのでそこに書類をお送りいただきますと我々が書類拝見した上で足りない記載項目等がありましたらやり取りさせていただきましてい一旦その申請が受理されますと2週間をめどに審査委員会の先生方に審査していただきまして承認が下りると。 降りたところで ID とパスワードが送られてまいりますのでそれを利用してダウンロードをするということになっております。でこの利用申請の際にです、ね、あの我々どもあのの方で事務局の方で必要な情報のサポート等をさせていただきますのであのまあお気軽にこう,こういった記述の仕方がわからないですとかそういったところもサポートさせていただきますので。でえー 申請いただければ、まあ、その時点で大体承認は下りるというふうによっぽどのことがない限りは大丈夫だと考えてください。でえー、あすみません次にです、ね、2つ目のサービスとして統合バーの紹介をさせていただきます。 統合バーは日本人ゲノム多様性統合データベースの略でしてポイント2つです日本や海外で公開されているバリアントの頻度情報ですとか疾患との関連情報を統合してワンストップで検索できますでまた今紹介しました NBDC 人データベースをもとにデータを作成しておりましてこの中に何が入っているかっていうのを申請する前にちょっとデータの概要を把握可能にしております こちららのサービス本年6月7日から公開しておりますで、えー、今各バリアントゲノム研究をやっている研究施設というものは研究プロジェクトごとで例えばデータを集めておりますので、えー、現状バリアントのデータベースというのはいろいろなところに散在しております。例えばある特定のバリアントですね。 これについての情報を集めたいとき、研究者はさまざまなデータベースを参照しなくては、えー、なりませんで。バリアントの、バリアントと疾患の関連は NCBI の例えばクリンバーですね。で日本人のバリアントのアリル頻度情報を調べたいといったときは、東北メディカルメガバンクの IJGVD ですとか、 京都・長浜湖北の HGVD のデータセットを見に行く、もしくは例えば白人集団、固形事案のバリアントのアリル頻度を見に行きたいときはブロードインスティテュートの EXAC を見に行くといったようにこれ1個だったらいいんですけれどもだいたい候補の何かの形質に関連するバリアントというのは例えば100個とか出てくるとこれを100回繰り返すというのは非常に手間になってくるかと思います。 そこでこの手間をですね少しでも軽減するために統合バーでは同じバリアントの情報をえ網羅的に集めてワンストップで検索できるようにいたしましたワンストップで検索できる対象のバリアントのデータベースです日本人のデータセットとしましては東北メディカルメガバンク機構えまた京都・長浜港との HGVD を検索対象としておりますまた、えー、日本人以外のポピュレーションのバリアントのアリル頻度情報を EXAC からまたバリアントと疾患の関連性のデータベースとしてクリンバーを参照可能としておりますで一番上の NBDC ヒトデータベースからもこれは我々どもが作ったデータセットなんですけれども125人のホール エクソームですねまだまだちょっとサンプル数小さいものなんですけれどもからデータセットを1つ作りましてもう1つ18万人の主にバイオバンクジャパンからのスニップチップのデータですけれどもこの2つのデータセットを作成いたしました NBDC ヒデータベースは先ほどご紹ました。 ご説明させていただきましたように2013年以来ですねさまざまな研究プロジェクトから新型シークエンサーですとか SNP アレの個人レベルのデータを帰宅いただいておりますただこのデータというのが研究プロジェクト単位にホームページ上では管理されておりましてまた個人情報であることからですねこれを利用するためには都度 利用申請が必要となっておりましたで実際例えばこれを借りてみようといった時に中にどういったものがあるかっていうのはちょっとでも例えば自分の気にしているバリアントが含まれるか含まれないかといったような程度の情報を見られるとなお便利ということで我々どもの方でですね例えば NGS で同じ手法でこれらのデータに含まれる NGS のデータ再解析しまして。 またスニップチップはスニップチップでまとめまして日本人の一つの大きな大規模なバリアント頻度のデータベースを作りました。でこれを見ていただいてユーザーの方が概要を把握していただいてじゃあちょっと NBDC 人データベースの方からデータ借りてみようかなというふうな、えー、利用の申請につなげられればというふうに考えております。 でここでちょっと、えー、ハンズオン的なところなんですけれども、ちょっと時間がございませんので、えー、口頭で説明させていただきます。これ、非常に簡単なシステムですので、一度触れば、ああ、こんな感じねというのす,すぐお分かりになるかと思いますで。スマホでも利用可能になっております。こちらの、えー、ところにアクセスしていただきますと、トップ画面開きます。一番上、検索ボックスです。下に検索結果が表示されます。はい 左にフィルターの機能がございます検索ボックスで調べて結果が出てきてそれをさらに絞る時にフィルターの機能を使うといったのが大まかな流れです。何も入れなくても集裁されておりますスニップバリアントの情報全部ここに出てきておりますので例えば今あるデータの中からスニップだけ見たいインサーションだけ見たいというような利用の仕方も可能になっております。 これが検索の一例ですけれども例えば3文字以上入力しますと遺伝子名関連疾患名は曖昧検索となっておりましてこれに該当するいくつかの遺伝子名ですとか疾患名が候補として表示されてまいります。例えばよくあの薬剤の代謝に関わる遺伝子として有名なディ i p 2 d 6とかを入力したいという時に SHIP と CYP とまで入力しますと ずらずらとシップは、えー、遺伝子ファミリーとしてさまざまなものがございますので出てまいりますこの中から選択していただきますと今これ結果の画面なんですけれどもすべてシップ2 d 6の上に乗ったバリアントというのがずらずらと表示されてまいります また、えー、バリアントのタイプですね SNP ですとか SNV ですとかインサーションデリーションインデルサブスティテューションというところで、えー、フィルターをくしたいもしくは例えば疾患との関連が報告されたクリンバーの中で、えー、例えばパソジェニックなものを選びたいベナインなものを選択したい。 もしくはそのドラッグレスポンスという項目がございますのでドラッグレスポンスに関連するバリアントだけを絞りたいといった時にこちらのフィルターの機能を使用していただくことが可能です。ハンズオンとしましてはちょっとこういった例を用意したんですけれども。 例えばドラッグレスポンスだけちょっとご説明いたしますとこれに関連するバリアントを選択する際に一番最初表示されている画面ですと全てチェックついておりますこれ一度オールのチェック外していただきますとこのチェックが全て消えますその後にドラッグレスポンスのところをチェック入れていただきますとこの10件だけがフィルターされてくるというようなものになっております 次にですね、バリアントの詳細な情報を表示する位置変異ビューへの遷移の仕方をご説明させていただきます。この検索ボックスのところでは、d b スニップで管理されています RS 番号、位置検索、範囲検索、これは今のところ HG19、ね、のゲノムアッセンブリのバージョンのものしか対応していないんですけれども。 でのの検検検索索索ですすとかもしくは遺伝子名名関連疾患名の曖昧検索が検索可能になっておりますでここで例えば、えー、アセトアルデヒドデヒドローゲナーゼでまあ有名な、えー、お酒に飲むと顔が赤くなるかならないかというのを決めているバリアントがあるんですけれども RS671 ですねこれ入力してサーチボタンをクリックしますと1件だけ出てまいります。 でここにそのクリンバーとの疾患との関連を示すような情報が出てきましてちょっと細かくてよく見えないんですけれどもサセッティビリティとハングオーバー二日酔いと関連するよとかそういったような情報が出てまいります。でここにフリクエンシアリル頻度の情報を示すカラーバーがございましてこの高さが高ければ高いほど これらのデータベースに含まれるアリル頻度が高いということを表示しているんですけれども、でマウスオーバーしていただきますと具体的な値出るようになっております。JGANGS、JGS nip、とも 3.5KJPN、京都の HGVD、ヨーロピアンの Exac でものどういった ありる頻度があるかというのを一覧していただくことが可能になっております。大体日本人二十パーセント前後持っているけれども、コケージアンは二パーセント前後ということで、まあ日本人の方が顔が赤くなりやすいというのをがまあ横串でですね、この R S ナンバーに対して複数のデータセットを横串で検索することが可能になっております。 でこの ID のところにリンクがありますので、ここをクリックしていただきますと、詳細の画面に遷移いたします。詳細,詳細画面のこれは上の方に表示される画面なんですけれども、バリアントの基本的な情報ですね、うん、どこのポジションにあって、SNV で例えばクリンパーではパソジェニックになっているんですとか、各データセットでのアリル頻度を表示しております。また その画面の下の方に移動していただきますと頻度の情報テーブルが出てまいりましてより詳しい情報ですねアリルカウントですとかジェノタイプカウント出せるものは出しておりますまた NGS のバリアントコールのクオリティも表示しております EXAC ですとさまざまなポピュレーションを含んでおりますので上の4つは日本のデータセットからなんですけれども下 EXAC はックは アフリカンですとかイーストアジアヨーロッピアンのフィンランド人またヨーロッピアンのフィンランド,ンランド以外のヨーロッパ人やアメリカのラティーノですとか南アジアのポピュレーションの頻度がおのの見て取れます。でやはりあのイーストアジアの方ですと20%といったアリル頻度を示すということがここの一覧表で見て取れます。 また、ゲノムブラウザーもありまして、ここが当該スニップの場所なんですけれども、その近傍にどういったスニップがあって、その頻度がどれぐらいかというのも表示されております。また、トランスクリプトというところも表示がございまして、ここではそのバリアントがトランスクリプトに与える生物学的影響を を示すスコアとしてよく用いられるソフトウェアでシフトとポリフェンツ2というのがございますけれどもそのスコア値をトランスクリプトごとに表示しておりますまたこの RS バリアントに関連する既に記法の論文情報もこの下にずらずらと表示されることになっております論文名と関連が報告された疾患名また引用数 なども確認していただくことが可能になっておりますこういったちょっと駆け足でご説明させていただきましたけれども解説動画がございます先ほど紹介させていただきました統合テレビの中にも解説動画がございますので統合バー統合 TV と調べていただきますとすぐに見つけていただけるかと思いますまたデータの一括ダウンロード可能になっております 頻度の情報とあとアノテーションの情報をちょっと分かれておりますけれども、えー、全てダウンロードして、えー、社内で、えー、特にウェブにアクセスせずに使っていただくというような、えー、ことも可能となっております、えー、以上となります、えー、ご清聴いただき誠にありがとうございましたまあ,あの RS671 のお持ちの方ってこの中に3分の1ぐらいいらっしゃいますのでまあ、忘年会では飲み過ぎにくれぐれもお気をつけくださいませ私は持ってございませんのでガブガブ飲みたいと思います以上で、ね、よろしく お願いいたしますどうもありがとうございました